なんか携帯ちょっといじりながら、うん、うっとうとしてたらすごい赤ちゃんの声が聞こえてきて、昨日俺一人のタイミングあって、ああ言ってたね、で編集しててなんかマンスが行ってきますって言って行ったのどっか、はい、ふみさんこれネクタイどっちがいいっすかねって、うるせえなって見ながら、まあいつものやつな、うん、これでも富永さんのスーツ見ちゃったら俺もやっぱ白なんですよね、行けよ白でっていうくだいやってたからマンスが出てったの知ってたの、はいはいはい、その後に2階でガタガタガタみたいなでガシャみたいなことするからマンスまだ行ってねえのかってで、あれマンスまだいんのって聞いたら返事ないの、ああもう普通にマンスがいると思って話したんだ、霊とかじゃなくて、マンスまだいんのってで、あマンスじゃないんだと思って誰がいんのって聞いたらもう、こう、返答ない、うん、だから昨日だから俺一人の瞬間があって、俺がね、パって帰ってくる可能性とかもあるわけだ、そうだから、あじゃあカンタ帰ってきてるのかな、他の誰かがいんのかなとか、まあマンスが上でなんかやってんのかなとかで、はい、誰もいなくて、いない、誰も返事がなくて、おいおいと、やばいってバッと持って、上、いや、だから、あの誰か家に不法侵入したんじゃないか、そう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 、まあマンスの部屋空いてるぐらいだからさ、そうですね、だからもう、ありえるじゃん、で、だからおいおいと思って、バッと持って上にこう上がってってしたら、マンスの部屋電気ついてたの、おーめっちゃ怖いじゃん、はい、見たら、誰もいない、おだから普通に電気つけっぱじゃん、まず2000円か1000円、そうそうそう、で、電気消したのね。で、俺はその時にもう電気つけっぱの人に対する注意のスイッチになっちゃってて、うん、おい、電気つけっぱじゃねえかって切って、なんか誰かがいたんじゃないかとか忘れて下降りちゃったの。で、また返事しようかなと思ったら、もう明らかにガシャって音がして、上で。いや、もう絶対人いると思って、でマンスの部屋あたりでやっぱするから、音が。マンスの部屋を電気つけようって。電気つかなくて。何その怖い話で、今つかないマンスの部屋、その俺が消した瞬間からマンスの部屋電気つかなかった。だってさ、電球ってさ基本的に消したタイミングで切れることってないじゃん、チカ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 とかなるじゃん、うん、でも俺が消し、その時消した時にもうつかなかった、マンスの部屋の電気つかなかった。めっちゃ怖いな、その、いや、たまたまだったとしてよ、ちょうどすぎるよな、ちょうどすぎる。で、ガチャンの音ってどこの音に近いの？なんかね、扉が閉まる音、扉だから俺の部屋とかトイレとか撮影部屋とかの可能性は高いんだけど、なんか全部のドアが閉まってて、マンスのドアだけ開いてたから、まあ、あれもマンスの部屋なのかなと思って。いや、怖いな。え、マンスは知ってんの？マンスが帰ってきたタイミングで俺が話したの。マンスが一応最初に入ってきてマジで、マジで寝れないっすって。もう、部屋の中、いや、で、マンスとマンスの部屋が一番やばいんだから。怖いですよ、屋根裏繋がってるからね。雰囲気やばい時ないの？寝て、寝ようとしてる時。全然ありますよ普通になんか、たまにおばあちゃんとか泊まり行った時怖いじゃん、はい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 、あの感覚でしょ。あ、そうですね毎日はい地獄じゃん、自分家じゃないみたいな感じな、はい、変に薄暗いんですよ、あと、あの部屋、青色みたいになるしな。あー、好きじゃないね、あれ、やばいな、うん、っていうことがあったよっていう。あのさ飯食ってる時にガチャンとか言ったの、ね、あれ何？分かった。一回なかった？一回大食いしてる時にね、誰が入ってたんだよ。 はいはいはい、あれは誰？あれ何なんだっけ、結局。結局なんか風とか言ってたよ。風でガチャンとかなんないから、まあ不安にさせ、みんなを不安にさせないために何にもなかったみたいでしたけど、あれは、いや、俺らさ、後ろに人行ったんじゃないの、うん、みたいなのじゃなくて安心したけど、普通に霊の可能性あるからね。まあね、霊というか、なんか何かのね、怒りになったもんね、あれ。怒りみたいなのかもしれないからね。影というか人、人物、もう完全にこれはっていうのが一番ないでしょ。まあ、だってな、声だとな、いや、だって1万円だったらね、いや、嘘じゃないマンズはだってすぐ釣りたらいいから、うん、2000円で友達雇って外から、頭いいから、頭いいから、頭いいからな、電車賃払って、電車賃払ってパッてやって、3000円の上がりだ。いや、そんな嘘つかないですって、こんな大勢の前でということで、じゃあね、そんなことがありましたよってね、はい、でした、はい、サブチャンネルでした、ありがとうございました。